さて文部科学省は今日旧統一教会への解散命令を東京地裁に請求するとともに、教会との深い関係が指摘されている細田衆議院議長が会見を開きました。残された問題、そして旧統一教会はどう反応しているんでしょうか。まずはですね、旧統一教会をめぐるテーマを掘り下げたいというふうに思います。今日文部科学省は旧統一教会の解散命令を東京地裁に請求いたしました。まずはその内容、そして旧統一教会、教会側の反応を短く VTR でまとめてあります。ご覧いただきます。文部科学省の職員が複数の段ボールを台車に載せていました。その数20箱。これらは世界平和統一家庭連合、旧統一教会に対する解散命令の申し立て書などおよそ5000点に及ぶ資料です。本日、担当職員が東京地方裁判所に解散命令の請求の手続きを行い、先ほど当該裁判所において受理された。文科省は解散命令の要件である法令に違反して著しく公共の福祉を害したと明らかに認められる行為などがあったと判断。東京地裁は今後非公開の審理を開き、双方の主張を聞いた上で決定を下します。行政機関が宗教法人に解散命令を請求するのは3例目となりますが、不法行為を認めた民事裁判の結果が根拠となるのは今回が初めてです。偏った情報に基づいて日本政府がこのような重大な決断を下したことは痛恨の極み。私たちは国から解散命令を受けるような教団ではない。一方、韓国の教団本部は解散命令請求の動きに対してこれまでも焦りをにじませていました。旧統一教会ハン・ハクチャ総裁は今年6月、教団の聖地韓国チョンピョンで日本人幹部らおよそ1200人を前に、日本からの送金が止まり教団が財政難となる中、次世代を担う2世信者の囲い込みも加速しています。先月中旬、日本の2世信者6000人を韓国に集め、ハン総裁自ら日本の教団が置かれている状況を憂い2世たちに呼びかけました。日本の2世信者からはこんな宣誓も。ハン総裁が感極まり涙を見せる場面も。解散命令が下された教団は今後どうなるのか。元2世信者の女性は、緩い人たちはもうそのまま平常としていきそうですし、熱心にされてる方はますます被害者が嘘だとかもっと献金を捧げてせかい平和というか二極化っていうんですかね。今後、被害者への救済を求められる可能性がある教団。資産隠しなのか、日本人向けのホームページでは、韓国への献金方法について、8月にはこんな言葉が付け加えられていました。献金は振り込みせず、直接日本円を持参して、受付をするようにしてください。これからはこう、
蜂の方に誰にも言わないような方たちがもっと大きな子持ってくるのではないかと。もうそれこそ大為法に引っかかる以上のお金を持っていかせて、すごい厚い信仰の方には持っていかせて、韓国教団に不審のお金を送る可能性は非常にあります。はい、山口さんはずっとこの問題に取り組んでらっしゃった。そしてまあいろんな議論がありましたから解散命令請求というのがですね提出された。率直な今日のご感想いかがですか。いやもうこの35年間この宗教法人としてその認められていること自体がまあ間違いだと強く思って、これまでも再三文化庁に申し入れしてきましたけども、やっと一つのまあ何て言いますかステップに入ったなという実感が一つありますね。そうですか。それから偏った情報に基づいたこの判断は間違ってると、宗教法人の解散の申し立ては間違ってると言ってますが、うん、判決でたくさんの判決で統一教会の法的責任が認められてるんですよ、うん、要するに不法行為責任あるいは書籍としての不法行為責任が認められた判決がたくさんあるんですよ、うん、それをその偏った判決だとかなんとか間違ってるって言うんでしょうかね、はい、私どもとしてはまあ公的なまあ機関が裁判所がそういう判断を再三した、でそれをきちっと踏まえた文化庁の今回の申し立てですから、偏った判断のところではなくてきちんとした申し立てであり、遅かれちだけどもやっとやってくれたと、一日も早く裁判所はこれを認めて解散命令を出していただきたいと、そう思います、はい、鈴木さんもずっとこの問題を取材されてきた、率直に今の思いを一言いただけますか。はい、本来ではもっと早く規制をされるべき団体なところが、やっぱり政治家との関係とかいろいろそんなところで規制を逃れてきた、それがようやく今回本来の形是正されるような形の第一歩を踏み出した、これ非常に大きいと思います。はい、それではですね、立証のための3つの条件というのがあります。これは満たされているのか、これを伺うために篠原さん。はい、文化庁は1年近く旧統一教会を調査してきました。3要件、まずは組織性についてです。家族の不幸につけ込み献金を煽るマニュアルが存在している、そしてノルマがトップダウンで降りてくる構造だとしています。そして悪質性については、被害規模が1550人、204億円に及ぶとし、家族を含めて重大な影響を与えた。そして持続性についてはこちらです。被害が遅くとも1980年頃から始まり、2009年のコンプライアンス宣言後も10億円以上の被害があるとしました。一方、教団側は、私たちは国から解散命令を受けるような教団ではないと確信しております。私たちの信徒たちと直に接してきた方々、長年にわたってお付き合いしてきた方々は同意してくださると思いますと見解を発表しました。はい、これはまず山口さんに伺いましょう。この3つの要件、今回満たしているというふうに思われますか。まあ、当然満たしていますし、はい、これは判決でも認められていることです、うん、したがってもうこれについてですね、統一教会側がそういう命令を受けるような教団ではないと確信していると、もうこれこそまた悲しい、なんて言いますか、白々しい、まあ、コメントですよね。うん、じゃあこれまでの判決をどう受け止めてるんですか。多くの被害者の苦しみをどう受け止めて、やってるんですかと、うん、これまで親しくお付き合いしてきたというのは誰のことを言ってるんですかと、うん、政治家の誰とかさんですかと、うん、それはやっぱり、なんて言いますか、政治家さんたちに対しての何ですか、これ脅しですかと言いたくなるぐらいに開き直りですよね、これ、うん、はい、はい、鈴木さんいかがですか。まあ、今回のなぜ今なのかということについてはですね、一部まあ例えば官邸の意向があって政治日程で選んだんじゃないかというふうな見方をする向きもあります。ただそれならばですね、なおさらその証拠というかですね、しっかり3要件が揃ってなければやっぱりムードに流されちゃいけないわけで、こういう問題はですね、そういう意味でもしっかりここはあると、3要件満たしていると。鈴木さんどうご覧になりますか。はい、そう思います。いろんな政治日程であるとか、まあ、政権側の思惑と別にですね、文化庁側はちゃんと粛々と被害者のヒアリングを重ねて証拠を集めて、ここまで積み上げてきたので、それでここまでじっくりやったことで1年近くかかってきたということなので、まあ、それ政治家の思惑とか関係なくちゃんと
文化庁の職員の方、これがちゃんと進めてきた、そこは評価すべきですよね、はい、鈴木さんいかがですか、この私たちの信徒と直に接してきた方々、長年にわたってお付き合いしてきた方々はどうしてくださると思いますと、そういう教団ではないんだと、これいかにも長年自民党の政治家を中心にずっと付き合ってきたと、いいですかと、分かってますねと、なんかこうある種脅しのようにも先ほど指摘ありましたけど聞こえます。鈴木さんどう見ますかこれ。はい、当然これもあの司法の場に移すので、まあ、政治家に圧力かけても本部は教団本体に関してというよりはこの今後まあ残るであろう勝共連合であるとか関連の政治団体、そことの政治家の関係をまあ睨んだ発言だと思います。でこの教団側の発言やっぱりこの自己反省が全くないんですよね。メディアの責任にしたりとか、まあ、そういった、ね、この教団の体質が非常によく表れている声明だと思いますね。はい、旧統一教会への解散命令請求が今日提出されたと、一つの節目ということにはもちろんなるんですが、残された課題2つあります。我々2つに注目します。篠原さん。はい、まず解散命令請求の想定される今後の流れを見ていきます。裁判所は請求人である国側と教団側の双方から意見を聞き、すべて非公開で審理をされます。そして請求が棄却されなければ解散を命令、その場合法人格が剥奪され宗教法人の資産を清算人が管理することになります。解散の確定までオウム真理教のケースではおよそ半年、そして明覚寺の場合は2年9ヶ月かかりました。またオウム真理教のケースでは名義変更などの資産隠しが相次ぎ、被害者への賠償のための債権を全額回収することが未だできていません。北海道大学の教授で宗教学者の桜井義秀さんはこのような問題を指摘しています。法人格が剥奪され任意の宗教団体になったとしても活動は継続するし、コアな信者は信仰を固めていく、アンダーグラウンドでこれまでのことをやり続けると思うが所管する官庁がなくなってしまう、その課題について政治は何か考えているのだろうかとおっしゃっています。これはまず鈴木さんから伺いましょうか。これ資産隠しをしはしまいかということが前から懸念はされています。実際これ今後ですね、実際にまあいろんな被害の裁判なんかで払わなきゃいけないということになったときに、それまでに財産を処分してしまうんじゃないかと、解散命令というのが請求が出る、そして実際命令が出るまでどのぐらいかかるか分からない、その間に資産隠しの行われるとではないかという懸念と考えていいですか。そうですね、まあ、海外に財産お金をまあ持ち出してしまったりとかですね、あとまあ持っている不動産の名義を変えてしまうであるとか、非常にそういう動きをまあ注意深く見た方がいいですよね。先ほど VTR の中でもですね、献金を直接ですね韓国に運ぶようにというこういうのがありましたけど、それもその一つの流れと見ることができるのか、それとも今日本で厳しくなってるからそれへの対処と思った方がいいのか、いかがですか。はい、現状はここまで半年ぐらいの動きを見るとですね、韓国のまあ本部の方の資金難、そのためにお金をまあ記録を残らない形で信者に持ち運ばせようとしたんじゃないかというのが強いと思うんですよね。なのでこの今後このまあ資産隠しであるとか、このあれですよね、財産を隠すためこう解散命令に出るじゃないかと、そこに向けてそういう形で並行して行っていく可能性は高いと思いますね。鈴木さん、実際ですね、オウム真理教は6ヶ月、そして明覚寺ですか2年9ヶ月と3年近くかかっている、今回ちょっとまだわからないと思いますが、どのぐらいをかかるというふうに考えられてますか。まあ、オウムよりは長くかかる、ただ明覚寺よりは早いんじゃないかと見ていますね。やっぱりその刑事事件で一発アウトっていうよりも、今回民事上の不法行為をまあ証拠を積み上げているので、非常にあの資料が問題、まあ、それで時間がかかる可能性、その一方でかなりこう論点がある程度も出尽くしている、今日も質問報告徴収質問権のやり取りであるとか、そういうことで教団もいろんな弁明書とか出してますので、そのあたり裁判所が比較的判断しやすい状況も揃っているので、期間が短くなる要素、長くなる要素両方あるので、正直ちょっと読めないところですよね。じゃあこちらの話をちょっと山口さんにも伺いましょう。実際これですね、はい、どのぐらいかかると見られているか、そして同時にですね、この資産隠しが懸念されている、これはどうご覧になっているか、いかがですか。まあ、私は先ほども言いましたけどね、統一教会の法的責任を、これは民事上の責任ですけども、認めている判決が、まあ、本当に32件と文化庁言ってますけども、まあ、あるわけですよ。そういう意味ではですね、統一教会の単独の
その責任についてですね、独自の責任についてですね、それほどその何て言いますか、裁判所が迷うような状態ではないとは思ってるわけですね。したがってそのまあ170人のヒアリングも、元信者からのヒアリングもあるということを文化庁も言ってますけども、そういうことを含めればですね、私は言うに、まあ裁判所の方は半年なり1年なりで結論が出せるはずだと思いますね。でそれは十分、それは可能だと思います。なるほど。それからまあ要するにその財産隠しについてはですね、はい、これはもう我々もう去年からずっと言ってきたところです、はい、で新しく法律をその特措法という形で作ってですね、はい、まあ、その保全ができるようなそういうシステムを作らないと、これは被害者救済については非常にその問題が出てくると。特にこれからですね、もうこの解散請求をきっかけにして、まあ、統一教会を辞めるで被害として訴えるという人も増えるでしょうから、うん、そういう方々の被害を考えるとですね、その50億100億じゃ足りなくなるというふうにも思うんですよ。なるほど。でそういう観点ではですね、やはり新しい法律を特別措置法という形で作ってですね、まあ、韓国に財産をその、まあ、逃れさせるというようなことがですねできないようにしていただきたいし、不動産を関連団体の名義に変えるとかですね、そういうこともできないようには一日も早くしていただきたいと。なるほど。強く思います。今野党の一部からもですね、実際そういう法律を作るべきじゃないかという、うん、まあ、アイデアも出てて案も出てる、はい、そこは政治に強く望みますか。つまり命令が裁判所が判断する前にもうこの請求を出した段階、速やかにもう それは財産隠しできないにする法律ということですね。もうぜひそういう形で、これはもう本当に与野党問わずですね、はい、私どももお願いしてるんですけども、やはりいろいろ難しいところあるんですけども、一日も早く実現していただきたいと。そうしないと被害者救済は本当に家に帰った餅になってしまいます。そうですか、はい、鈴木さんいかがですか。まあ、桜井教授がですね指摘している、つまり所管官庁がなくなってしまうじゃないかと、つまり今後ですね逆にその解散になるとですね、所管官庁がなくなる、何やってるかつかみにくくなるんじゃないかと懸念を、ちょっと先の話かもしれませんがあります。いかがですか。はい、まあ、桜井教授の言い分と、言い方と当然よく分かるんですけど、だからといってこのまま宗教法人格を与えておいた方がいいのかって、決してそういうことはないわけですよね。なので宗教法人格をちゃんと剥奪した上で、さらにこういう元宗教法人格を持ってきた団体、剥奪された団体をちゃんと規制して監視できるような体制であるとか、まあ、法整備であるとか、そういうことを議論すべきだと思いますよね。なるほどね。はい、もちろん桜井教授もこの請求を、まあ、その後の問題を今指摘されているということだと思いますが、さてですね、細田議長がですね、まあ、いろんな深い関係を指摘されていて、これまで、まあ、少なくともカメラの前ではですね、記者の質問に答えなかった、質疑応答はなかったわけですね。初めて会見に臨みます。いろんな規制があった会見ではありましたが、まずは聞いていただきます。安倍総理にも私は始終話をしておりますので、今日の政界を、そして会の内容をですね、安倍総理に早速ご報告いたしたいと考えております。ハン・ハクチャ総裁の提唱によって実現したこの国際指導者会議の場は大変意義が深いわけでございます。統一教会との関係は公表されないでしょうか。統一教会との関係について1年以上にわたり記者からの再三の質問に答えてこなかった細田衆院議長、今日の会見ではどういう経緯で、統一教会の教団側と関係を持つになったの、持つことになったのか。特別な関係はございません。これまでも呼ばれれば出るという程度の問題であります。教団イベントで安倍総理に伝えると触れたことについては、全く安倍さんと話したことはございません。ただ私は長い関係は存じ上げてますから、もともと安倍晋太郎先生とか福田赳夫先生とかそういう流れがあることは知っておりますから、ついその場で余計なことを申し上げたわけですが、それは
のリップサービスで、安倍総理にもお伝えしましょうということを言って、まあ、それは行き過ぎであったと思います。はい、今回の会見はですね、会場の広さを理由に参加できるのが認められたのはメディア1社1名だったということであります。1社1問ということではなくて、1社1人1問ではなくて1社1名だったと今回はいうことであります。さて、まずはこれ堤さんに伺いましょうか。実際こういうまあ答え、今 VTR でありましたが、はい、話していると、はい、さて説明になっているのかどうなのか、いかがですか。そうですね、説明としては非常に弱いですよね、うん、まず特別な関係はないと言ってますけれども、先ほどのまあ VTR であったように、あれほど韓白茶総裁を持ち上げて、まあ、はっきり言って広告塔の役割を立派に務めてるわけですよね、うん、それを呼ばれれば出る程度の問題というのは、自分自身がやったことに関する客観視が全くできていない、うん、そしてまあ、じゃあ安倍総理にお伝えするというのはリップサービスだったと、これはまたですね、まあ結果的に三権の長を務めた人物の言う言い開きとしてはですね、じゃあ、衆院議長として議会を運営している時もあなたはリップサービスをするような人なんですかと、行き過ぎてもそれについて責任を取らずに、ただただ後でこういう軽い言い開きで、よしとする人なんですかということになりますよね、うん、なのではっきり言って今日の記者会見は何の説明をしたことにもなっていない。さらに余計なことかもしれませんけれども、今後衆院議長は降りても次の衆院選があったら立候補して議員を続ける意向を明確にしたそうですけれども、うん、それもまたいろんな意味で責任の取り方が、政治家としての責任の取り方が弱いなと感じました、ね、そうですか。さて鈴木さんはどう受け止められました。はい、じゃあ山口さんに伺いましょうか。山口さんはまだまだ語っていないこといっぱいあるんですよね。今日冒頭で少し話されましたけれども、はい、あ、すいません、どうぞどうぞ続けてください。どうぞ。あ、聞こえます、すいません、はい、大丈夫、ちょっとフリーズしちゃいましたね。はい、大丈夫ですよ、どうぞ。電話にしますか。はい、続けてください、聞こえますよ、大丈夫です。はい、あ、すいません、ですね、まだまだ語ってないこといっぱいあると思うんですよね、はい、2016年の参院選で統一教会票が差配したという情報もあるんですけど、その冒頭の方少し触れてましたけれども、うん、全く関係ないことをおっしゃってね、ちゃんと説明責任をやっぱり果たしていないっていうところですよね。で、今回まだ記者質問した記者大勢いたのに、その振り切るような形で出ていったということで、まあ、2度目3度目ちゃんとした会見開くべきだと思いますね。はい、さて山口さんはどう受け止められました。話になりませんよね、うん、自分がこういう発言をしたことが社会的に、あるいは統一教会にどれだけその励ましになったのか、その信者たちをより革新的にですね、その活動をする、資金集めをする、伝道をするという、そういうどれだけそのこの発言がエンカレッジしたのかということについてどう考えてらっしゃるのか、うん、で今こういう形で統一教会について解散請求がされてると、要するに政府としては問題がある団体だとはっきり言ってるわけですよ、うん、でそういう団体について、あなたがこういう発言をしたことについてどう考えてるのかについて何のコメントもないというのはもう信じられないですよね、うん、ちょっとこの人が、まあ、その、まあ、議長、国権の責任者だったのかと思うともうがっかりしますね、うん、本当に。はい、はい、この問題はここまでです。山口さん、そして鈴木エイトさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。